では11レース決勝戦弱になりました京都の的場選手です。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。初の G1 決勝どうでしたでしょう。もうすごい幸せでした。走る前からすごい幸せな時間やなと思いつつ、周回重ねるごとに観客の声援が大きくなっていって、まあ、その分しっかりどんどん落ち着いていく自分がいました。レースなんですけど、前受けになりましたけども、作戦というのはどういう作戦でしょうか。まあ、取れたい力でしたね。はい、どうかの新山選手を突っ張るような動きもありましたけども、あのあたりっていうのは、まあ、新山君がこのしっかり切り切らないっていう感じでペースに入れようとしてたんで、まあ、うちで一回車輪差し込んだ状態でダッシュしてさっと引いた感じですね。そして中段に入れてバック前からまくっていく形になりましたけども、あの時の感触っていうのはどうでしょう。まあ、本当にこう中段入ってから増木君の巻き返しと松井君の巻き返しがいつ来るかいつ来るかっていう不安もあったんですけども、まあ、ホームを過ぎた時点ではもう2角から仕掛けてしっかり新山君を捉えきるっていうイメージのレースができました。佐藤選手からもブロックもらいましたけども、しっかり乗り越えました。あのあたりは結構やっぱあれでスピード死んでしまったんですけども、まあ、もう一回ゴールに向けてしっかり踏み直すっていうのができてできたと思います。まあ、惜しくも2着ただ小翔さんとのワンツー、これはどうですか。めちゃめちゃ嬉しいですね。もうワンツー決まって、まあ、本当に今まで信頼しきってお世話になりまくってる小翔さんが優勝してくれるのはすごい嬉しかったです。初めての G1 決勝2着ということで、次の目標っていうのはどうでしょう。まあ、本当に次に控えている地元記念に向けてもう一回仕上げていくのと、まあ、ここで気を引き締めてもっともっとこう近畿の競輪を見直して頑張っていきたいです。では6日間ご視聴ですね、応援してくれたファンの方へメッセージ最後にお願いします。6日間ありがとうございました。これからもしっかり頑張るので応援よろしくお願いします。